テイサラマライコン。はい、今日もね、行ってみましょう。よろしくお願いします。で、そうですね、今日は、インド音楽と、インドとペルシャの結びつきについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、なんでそんな話するかっていうと、私、12月の19日に、メブラーナ記念コンサートって言っていて、そう、東京のね、モスクで、メブラーナってスーフィーのね、聖人、スーフィーの偉人、スーフィーの詩人、スーフィーの文化人、まあ音楽と、まあ舞踊っていうのかな、そう、あと文学的な側面もありますよね、詩の文学の。そう、なので、まあ結構なんか総合芸術系な、ニュアンスがあるイベントを、企画して、そして、まあ企画っていうか主催はね、今回、東京ジャミなんですけど、初めての主催は、私がやらせていただきましたんで、去年やったんですけど、文化庁の、ね、バックアップがあったので、そうで、お金のサポートがあったので、そう、結構やりやすかったんですけど、まあ、今回は東京ジャミっていう、資本がね、動いてやって、僕はこの手伝いですね、やってるんですけど、で、私はラバーブっていう楽器をやるんですけど、そう、アフガニスタンの楽器ですね。まあ、パキスタンもある、まあ、イランもある、でインドもある。そうだから、ちょっと弾きましょうか。なので、そう、ちょうどね、どっちの世界にも行ったり来たりができる楽器なんですよ、このラバーブって。そう、なので、なんか私が、そう、別になんかこうインド音楽ね、インド古典音楽をめちゃくちゃずっと研究してきたわけでもないんですけど、まあこういう立場上、なんかインド音楽系の人にもこういうペルシャのことを知っていただければなーって思って、ペルシャとか、まあ中東のなんか橋渡しになればなーと思って、まあでもそういうイベントとしてなんかいいかなと思ってね、ちょっとこう紹介していきますね。で、まあ実際にシタールとか、まあ、めっちゃ有名なね、楽器とかあるじゃないですか、インドのね。それも、タールっていう言葉自体が、まあ、ペルシャ語なんですよね。そう。なので、そうそう。まあ、面白いんじゃないかなと思ってね、単純に、文化的に。で、そうそう。で、ちょっとまとめておくと、例えばペルシャ音楽、イラン音楽とインド音楽で、全然ね、結構方向性が違ったりするので、こう面白いなと思って、一方、このイラン音楽って、実はなんか文化的、もしくは知的な印象がね、あるかなと思うんですけど、なんでかっていうと、まあイラン音楽ってこう歴史的な背景とか文学ね、と深く詩とかと結びついていて、詩とか叙情性がね、すごい強いんですよね。なので、まあ傾向的に、例えばこう、文化人に好まれる傾向がね、多くあるんですよね。で、イラン音楽とかの、なんだろう、イベントとかに行ってみると、やっぱり、こう、大学の研究者とか、大学で教えてますとか、そういう人もね、結構多いんですよ。うん。で、かつ、繊細なんですよね。繊細で内省的っていうか、そう。で、イラン音楽って、こう、微分音の音階とかが明確にあって、で、独特のリズムを使用することで、まあ、とっても表現力が繊細で、内省的な音楽を生み出すことができて、まあ、これがね、これはやっぱり、こう、文化人にとって、こう、魅力なのかなと思いますね。じゃあ、ちょっとこの音階の説明で、やっていきますね。ちょっと待ってね。今、ラバーブセットするので。よいしょと、例えば、普通のドレミファソラシドだと、これ、この音 D の音、 D の音が基軸のドレミファソラシドをちょっと普通にやります。ゼータと、今回私たちが演奏する、モードでは、この C の音が微分になってるんですね。このマイクロトーンになってるんですね。
まだすごいなんか繊細ね、細かいんですけど、なんか微分音ってなんかよくわかんねえってね、いう意見もねたまに聞いたりするんですけど、まあだからやっぱ音楽的にある程度かなり訓練をしてこないと、耳を訓練してこないと聞き分けできないよね。うん、それぐらいなんかこう微細なニュアンスですよね。そうだからやっぱこうなんていうんですか、あ、文化人に好まれるのかな、文化人っていうか、あのなんだろう、ある程度こう音楽的な文化的な下地がある人に好まれるのかなみたいなもね、まあ思ったりしますね。じゃあちょっとあ、そうだ、で一方インドの音楽ってこう瞑想的っていうかね、このインドの音楽 の起源がやっぱ古代の宗教儀式とか瞑想とかと深く結びついているじゃないですか。なのでまあそうそう、ちょっと方向性がねもしかして違うのか。あとやっぱり今のイランの音楽ってあの譜面の音楽にある程度なってきてる。もちろん即興性は重視するんですけど、そうで僕らもねやるときはこう譜面配られて譜面やるんですよ。そう、まあ、譜面って言ってもクラシックの譜面とかとはちょっと違って、どっちかというとジャズの譜面に近いなんかミュージックシートみたいな感じで、メロディーが1個ボーってこう書いてあるみたいな感じなんですけど、そう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 なんですよね。だからまあ結構違うのかなと思いますね。そうで、片やっぱインドの音楽ってこう譜面全然ないじゃないですか。だから、まあ、全然ないってことないんだけど、西洋譜面ほとんど使わないじゃないですか。だから全然違うのかなと思いますね。じゃちょっとこれで今日ね僕らがやる曲をやってみよう、やってみようっていうか、まあ、これあの教育目的もあるんで、もうなんかこう普通になんかこうかけちゃおうかなと思いますね。でモハマド・レザ・シャジャリアンっていうイラン音楽の大家の方がいらっしゃるんですけど、そうでもこの曲は結構華やかだから意外にっていうか親しみやすかったりするかもしれないですね。で、まあ、使用する音階こうそう C の音がフラットしてる、うん、だけなんでちょっとかけてみようか。あごめん、なんか変なとこかかっちゃった。あこれじゃないわ、ごめんちょっと待って、これですね、すいません。آمدم که سر نهم عشق تو را به سر نهم بر تو بگویم که نشکنم شکر برم آمدم از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله منظر برم مشعله منظر برم We'll be right back.
はい、どんな感じだったでしょうか。結構ミョン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 って、マイガニャガニマイマイミョン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 って音あったじゃないですか。あれがタールっていう楽器だから、シタールの、インドのシタール、そう、あのシタールの、まあ、ご先祖の一人みたいな感じか。だから先祖って一人じゃないですよ。だって僕らも先祖っていっぱいいるじゃないですか。そう、だからインドのシタールのご先祖の一人みたいな感じ。そうで、僕はね、ラバーブなんで、どうだろうな、そんなミョン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 音出ないんで、ちょっとこう、まあ、ベースっぽくもやるし、ちょっと装飾的なチーンみたいな音も使うしみたいな感じでやっていこっかなみたいなもんですね。で、これね、譜面の音楽なんでね、そう、どうやって、でもアンサンブル、これ多分5人ぐらいで演奏して、5人6人ぐらいで演奏してると思うんですけど、そんな中で少人数の編成でどうやって演奏していくかは、リハーサルを追いながらね、ちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、何よりこの詩が、ルーミンに基づいた詩、ルーミンからインスパイアされた詩とされているので、これ、厳密な意味とかは日本語で調べれば、日本語っていうか英語で調べれば出てくるっちゃ出てくるんですけど、ルミのどの詩に基づいて演奏されてるかちょっと分かんないんですけど、そう、またちょっとその辺をおいおい調べていきますね。で、その辺をちょっとやっていきたいと思います。あと、あれか、もう一曲流しちゃおうか。ジャネ・ジャハーンっていう、去年もやったんですけど、ジャネ・ジャハーン、これもちょっと流しちゃおう。で、これは、明確に、詩の一部、どこの詩から引用しているかというのは、僕ら調べて分かったんですね。D1 シャムセ・タブリーシーっていう、書物からの引用になりますね。じゃあ、これもちょっと流しちゃおう。But I'm calm.
اشکلرم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بودی زهر ندارم که بگویم تو را زهر ندارم که بگویم تو را بی من بیچاره کجا بودی آینه ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بودی تو ز همه رنگ جدا بودی رنگ رخ خوب تو آخر باست رنگ رخ خوب تو آخر باست در حرم در حرم در حرم لطف خدا すいません、どうですか、どうでした、すごい繊細ですよね。で去年ね僕らこの曲やったんですよ。そう、音楽的にもねすごい繊細ですよね。うん、表現が、でやっぱこれもね譜面を配られてやったんで結構ね微細な表現がね僕すごい苦戦しましたね、特にイントロ部分。そうですね、じゃあちょっと去年の演奏のちょっと録音聞いてもらってもいいですか。ちょっと待って、今用意してきますね。Thank you.
この曲本当難しかったな。やっぱあの譜面の音楽ね、僕あんまり得意じゃないんですよね。苦手。でもそんなこと言ってらんないですよね。仕事だからね。仕事だからっていうか、プロ、一応プロだから。そう、でもなんかめちゃくちゃ苦労した思い出したんだけど、本番割とうまくいったなみたいな。あとあのアミンさんのボーカル素晴らしいですよね。うん、さすが。そう、なんか僕もなんかパシュトゥの歌とか歌ってるけど、歌ってやっぱ再現性がすごい難しくないですか。あの元々の母国語の訛りに引っ張られちゃう発声とかも。そうだから楽器よりさらに難しいですよね。そうで、この歌詞もね、やっぱこう素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。この I and ARange tu axi kasist To hasa mehram joda budei
と、あなたは鏡、あなたの色は誰を映しているのか。なんですけど、あのルーミーの、ね、詩に基づいているってことで、メブラーナ・ジャラル・ウッディン・ルーミーで、そうメブラーナ・ジャラル・ウッディン・ルーミーはあの、宗教の学者さんだったんですよね。それでアフガニスタンとかタジキスタンとかイランの東の方とかホラーサンと言われる地域なんですけど、あの辺からなんかモンゴルの、侵略が始まったので危ないからちょっと逃げるってことで逃げてきて、それで中東で、勉強されて、それで、今のトルコにね、行き着いて、でそこにこう住まれて、でもう結構高名な学者さんだったんで当時から、まあ、日本でいうと鎌倉時代かな、うん、でそこでこういろんなお弟子さんをこう抱えていらっしゃったんですよ。でそこでそうそうでめちゃくちゃ有名なもう学者さんだったんですけど、ある日、もう本当に名も知れぬ修行僧人シャムス・タブリーシーっていう方に、突然出会って、その出会いがきっかけで彼は、詩のを創作したりとか、こう神様の愛に捧げる、神様への愛を捧げる歌を作ったりとか、もしくはこうくるくる回ったりとか、本当こうスピリチュアルな世界にこう誘われてたって話なんですけど、そうなんですよね。である日突然その先生師匠であるシャムス・タブリシーっていう方で、シャムスっていう、まあ、シャムスさんがタブリシーっていうのはタブリース出身、タブリースっていうのはイランの東の方にある地域なんですけど、そのシャムスさんがこう突然こういなくなられた。でルーミー、ジャラルーティン・ルーミーはもう本当に困って一生懸命探したんだけど結局見つからなかった。それでシャムスへの思いを、まあ、神様への愛にこう投影したっていうのかな、うん、捧げてその詩集をね作ったんですよ。それがディーヴァン・シャムス・タブリッシーっていうシャムス・タブリッシー詩集なんですけど、その詩の一節から音楽楽曲を作られたのがこのモハマド・レザ・シャジャリアンっていう方で、さっき音源聞かせて聞いてもらった方で、その音源の方の詩を元に楽曲やって僕らが演奏させてもらったんですね、この東京ジャーミーでね。そうだからなんていうかな、すごい感慨深いですよね。まあなんかな、そうそう、あもうなんか言葉で言いづらいわ。そうそう、そういう感じで、で実はさっきも言ったんですけど、これあの譜面があるんですよ。譜面の音楽なんですよ。だから譜面が得意だぜみたいな、だからクラシック音楽からの素養がある人、西洋クラシックの人は意外に簡単にできるかもしれないですよね。うん、で僕はどっちかというとこうジャズとかポピュラーミュージックの教育を受けてきたんで、そうなんですよ。だからあんま得意じゃないですよね、こうコードとかと。だからすごいこう苦労しました。そうでもその譜面に書いてない表現はとかはまあ
できるっていうか、まあ、得意だから、まあ、やったんですけど、でもなんか今録音聞いてみて思ったんですけど、あ、これ改善点あるなと思いましたね。でラバーブってちょっとすいません、技術的なラバーブの話じゃない、こうだ、うん、まあいいや、ちょっとこれ表現しづらいわ。でもわ、なんかちょっと自分の録音聞いてまだ改善点あるなと思ったので、ちょっと練習していきたいと思います。そうなんですよね。そういう感じで今日はね、ペルシャ音楽のお話をねさせていただきました。どうですかね、まあ、インド系と全然違うよね。でもどうかなね、まあ、北インドの音楽って少なからずペルシャの影響をめちゃくちゃ受けてるので、まあ、これを機にねインド系の方もなんかこっちに来てもらっても、来てもらってもっていうか聞きに来てもらってもいいんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。うん、でそうで12月9日なんですけど、ジャーミー側はまだ公式発表してないんですけど、僕はなんかこうやってちょっと行っちゃってますね。で予約フォームが、ね、一応あるんですけど、去年よりちょっと安いかな、去年4800円とかだけど、なんかバグラワとかなんかスイーツがついてこないんでちょっと安くなるって感じなんですけど、結構なんか大使館関係の人も来る、なんかこう割と公式なイベントになりそうなんで、なりそうってかなってますよね。だからいつもの僕のライブみたいに気楽な感じっていうよりは、ちょっとちゃんとなんかみんななんか綺麗な格好してカチッとして来た人、格好してくる人もいんのかもみたいなそうなんですよね。でもやっぱもう音楽は音楽だから、うん、まあ別になんかこう関係ないですよ、大丈夫ですよ、こんな固くならないで。で今年の演奏はあのネイの N 川さんっていう方ですね、民族楽器 YouTuber でめちゃくちゃ有名な方なんですけど、もう彼もすごいやっぱ器用でね、もう何でもこなす人、素晴らしいです。あと立岩さんっていうねパーカッションの方がベテランの方にこう変わりました。去年は菅原さんって方だったんですけど、と立岩さんとの演奏僕初めてなんで、もうめちゃくちゃ楽しみにしてますね。立岩さんってタブラドラムもできるんですよね、インドのね。だからなんかすごいなんか立岩さんとの、ね、セッションもすごい楽しみしてますってことで、今日はですねペルシャ音楽のお話をさせていただきました。で僕全然ペルシャ音楽の専門家でも何でもなくて、ペルシャ音楽のイラン音楽の経験、まああんまないんですけど、まあでもどうだろうな、まあ、スーフィ音楽のくくりでかなり関係あるのでやらせてもらってます。でなんか僕よくなんかよくってたまに前言われたのが、であなたは何の専門なのみたいな感じで言われた時はどうかな、僕はやっぱスーフィーの音楽の専門って言えるようになりたいなって感じかな、今のスタンスだと。で僕の音楽団体っていうかこのウェブサイトも東京スーフィーっていうねやってるので、うん、だからまあそういうスーフィーっていう音楽のくくりで言うと、別になんかあのインドのね宗教音楽とかも被るんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。まあスーフィーってなんかイスラムじゃんって、イスラムって他の宗教ダメでしょって思うかもしれないですけど、うん、どうだろうな、まあ、スーフィーの中での寛容性って僕はすごい大事だなと思ってるので、そうなので1月にはこうチベット仏教のミュージアムでねの演奏とかもしてする予定なんですけど、まあ、それはそれすげえ楽しみ、うん、なんですよ。そういう感じで
そうだからちょっとスピリチュアルな音楽なんだよね。そう、まあ、だからかといって別になんかどっかの宗教団体に勧誘するとかそういうことは絶対関係ないんでね、まあ、気楽にって感じで。そうそう、でスピー系っていうとなんかこう嫌なイメージあるかもしれないですけど、スピリチュアリティってあとすごくあの大切ですよね。そう、なんか自分のこの五感のイメージだけでこう片付けないで、ね、スピリチュアルって例えばどうなんですかね、ちょっと調べてみようか。でスピリチュアリティ、スピリチュアル、スピリチュアリティ出てこない、スピリチュアリティ、私はまあ現代人にもすごい大事なんじゃないかなと思ってんですけど、自分が思うだけじゃなくてそのスピリチュアリティって何でしょうねっていうのをちょっとこう調べてみますね。スピリチュアリティはちょっと読もう。スピリチュアリティは人間の精神的または霊的な側面に関連する概念の活動を指します。これは個人が自己を超越し人生の目的、つながりを追求しようとする過程が含むことがあります。スピリチュアリティは特定の宗教に属することなく個人的な経験や内的な探求から生まれることもありますとありますね。そうなので、うん、だからこそやっぱりルーミーの詩とかって特定の宗教からだけじゃなくて、まあ様々な宗教の方、地域の方から愛されているんじゃないかなってね、これをなんか読んで本当思いますよね。だからあんまりなんか関係ない、やっぱこう真理は一つっていうね概念なのかな。うん、そうそうそう。あとスピリチュアリティのこの中でちょっと待って、スワルマンダラかけたり。1、自己実現、自己の可能性の最大限を引き出し本当の自分を理解しようとするプロセス。2、つながり、他者、自然、宇宙または高い次元の力とのつながりを感じる経験。3、内面的平和、精神的な安定、静けさを求め心の平和を保つ努力。4、人生の目的、自分の人生に意味と目的を見出す探求。超越的経験、通常の意識を超えて感じられる深い意識状態や経験。瞑想と祈り、内面を静かにし精神的な集中と調和を促進する実践。スピリチュアリティは個人の経験によって異なり、人それぞれの経験や信念によって形成されるため定義が広がっています。多くの人々がスピリチュアリティを通じて心の平和、生きがい、そして幸福を求めていますってことなんですけど、すっげえ怪しい、ごめんなさい。でもどうですかね、なんか心の探求ですよね。うん、それは別にイスラム教であれ、ヒンドゥー教であれ、仏教であれ、神道であれ関係ないですよね。同じですよね、本質的に。そうなので私はイスラム教のお寺にも出入りするし、別にチベット仏教のミュージアムで演奏とかもしてもこの本質からずれてなければいいんじゃないかなって思ってます。そういう感じでぜひ12月9日も来てください。で本当はね、割引チケットとかね用意したいんですけど、僕主催じゃないからな、できるか分かんないですけど、まあ、少なくとも生徒さんには割引チケットできるようにしていきたいと思うんですけど、すぐ席が埋まっちゃったらちょっと割引チケットできないかもしれない。うん、まあいいや、そういう感じで。そうでも4500円で前半ペルシャ音楽、後半オスマン音楽全部体験できて、しかもセマーゼンもくるくる回る人も来てくれるので、うん、そんな高くないっすよ、ほんとほんと。うん、ぜひ来てください。うん、そうそうそう。というわけでお伝えしてきました、ありがとうございます、長々と。そういうわけで12月9日お待ちしてます。それでは失礼します。ホダハピースサラマリコン、失礼します。